キャラミッション2時間弱かかります。そんなかかる？キャラミッション2時間弱。いやでもかかるか。俺もやったんだよ一人。あのリミちゃんだけちょっとあげようと思って。でこれまあ一括解放をできるようになってるのかなと思ったら違うんだね。今表示されてる中の一括解放なんだね。これ X で見たけど一応あれなんでしょ、この後アップデで、このアップデでちゃんと改良されるらしいですよ。そうそう、一応改善されるらしいですよ。2番だったらアニメ1は見終わった。いやー、じゃあやれないかな。やりたくないな。でもどれぐらい強くなったか見てみたいよね。まあ、ちょっと見てみるか。そう、割とね、多分ね、スキルレベル自体はそこまで難しくないと思う。星2のキャラクターを上げればいいから。まあ、レベルアップもそこまで難しくないと思いますね。だるいのは、これが一番だるいかもしれんな。いやー、マジでめんどくさい。これ、ずっとやるのだるいだろうな。確かにな、アニメ見ながらやったら1話ぐらい終わりそうな気がする。大体でもやっぱりあの長くやってればやってるほどもらえるやつだよね。まあ、霞のアルバムを3枚埋めよう、まあ、そのオリジナルカラーの 3D ライブ衣装を3着または解放しよう。これなんでも頑張ったらもっといけるかもしれない。 2D ライブ衣装を3着獲得しようとかね。割とあのコツコツやってたら、まあ、結構解放できるものが多いような気がする。あ、やったぜ。ポッピンパーティーが SS1 になった。ポピパで SS1 になるのか。ハロハピ結構いくんじゃないかな。あー、まあでもアルバム40何枚集めようとかだもんね。もうここまで来たらね。衣装も27着、まあライブ 2D 衣装も44着とかだから、まあ確かに、まあもちろんガチャを引かないといけないけど、やっぱりコツコツイベ報酬メンバーを回収しないとまあ無理だよね。これはまあ頑張れば多分いけると思います。意外と星5もさ、あ、まあ星4もそうだけど、おお SSS2 いったね。頑張ったら結構上がるな。多分パスパレとかロゼリアと同じように SS9 だったのが、まあ、今のミッションやるだけで3段階上がったのかな。 SSS から SS1、SS2 と SSS か SSS2 ですねまで上がったんで、そう考えたら結構やっぱりでかいな。しかもまたこれ強くなる余地を残してるっていうのがまた強いですよね。まだあのドリフェス限定のかすみちゃん、りみちゃんがね貫突してなかったりしますから、まだまだポテンシャル秘めてる。ちょっとハロハピやってみますか。じゃあそう、何もせずにハロハピ SSS1 ですから、ここからね上げていけばさ、どこまで、ね、伸びるのかと。ここまでの道のりが、アニメ見とく。あ、上がった。 SS2、まあまあまあ、はぐみだけで SS2 か。うわ、すげえな。あ、そうか、ミサキってなんでこんな多いかと思ったら、ミッシェルの部分もあるからか。なんでこんなあると思ったら、そうか。うわ、これ役得だな。ミサキはミッシェルの部分もあるから、だからこんだけ多いんだ。もう配信始めて30分近くなるのに、まだキャラミッションしかしてないんです。マジでやっぱ長えな。おお、来た。ハロハピ SSS3 か。いや、これ SSS4 行くな。余裕で行くね、多分。カオルカノンがあと控えてるから。おお、来た。ハロハピの SSS4。 SSS5 はちょっと無理かもね。ちょっと厳しいかもしれない。まあでも SSS4 まで行くんだな。まあ、あと多分全員が星5メンバーとかになったら多分、だからまあもうちょっと強くなれば、だからピアが強くなったら SS5 見れるかもな。とハッピーかな。ハッピーもまだなんだな。あの辺がだから強くなったらもうちょっと、まあ、SS5 ちょっと見えてくるね。どれぐらいレベルが上がるのかっていうところで、まあアライブで見てみましょうか。だいたいクールハロハッピーでやったらまあ281万、頑張ったら282万ですね。これが昔のクールハロハピですよ。おー、違うなー。まあ大体頑張ったら多分294万ぐらい出るんじゃない。ということは12万ぐらいスコアが上がるってことか。
うわーこれすごいなあ。そうだよね、ハイスコアレーティングもそれ変わるよね。はあすげえなー、これちょっとすごいね。こちらですね、ドリフェスミラチケ、これはもう僕はパレオちゃんですよね。ヤシオルイちゃんはあの今回のあの星子ドリフェス限定で出ましたんで、なんルイちゃんはいいと。いやパレオちゃんは良かったな、嬉しいかもこれは。欲しかったもんね。レオナもお疲れ様パレオ。あこれいいね、そういうあれだったか。パレオにねぎらうのがセリフでタイトルがあれなんだ、レオナもお疲れ様なんだ。へえ知らなかった。星5ミラチケをどうしようかってとこですね。まだ持ってない、まあ、今一応いるのが8人、まあ、今回の交換対象で言ったらね8人。あーどっちだろうな。まあ編成とかのことを考えたら、まあ、カオル先輩とマヤちゃんはねもう大丈夫ですもんね。カオル先輩が130がいるし、マヤちゃんはドリフェス限定で来ましたし、まあ、ハグミちゃんも今回のドリフェス限定で来たから、ここはもういいわけですよ。まあ、千里先輩の星子にするか二択かな、かともりちゃんかってところですかね。当たりそうだけどな。まあ迷子にしようかな、ずっと言ってたからね、ともりちゃんが欲しいねって言って。今までのガチャ動画とか見てもらったらわかるけど、まあともりちゃんにしましょうか、ずっと欲しかったから。ここはあやったぜ、マイコが絵になった。そうですね、負けた。さあ誰を卒業させるか、卒業証書授与。ヤマトマヤ、あなたは当校で優秀な成績を収め、ここに卒業します。おめでとう振り返ってみると丸山本当にすごい3年間だった。来年も頑張りましょう。マヤちゃん多分卒業できず、8周年、8周年卒業できるから。草